皆さんこんにちは、ポルです。今週のトレーニング動画はシャッフルステップのトレーニング動画になります。一緒に頑張っていきましょう。シャッフルステップ軽く説明します。シャッフルステップは蹴って引いて下ろす、たったこれだけです。使うのはつま先の面、ボールと呼ばれる部分ですね。この部分だけを使って蹴って引いて下ろす、この音3つを作り出した後に1拍待つ。これを左右交互に蹴って引いて下ろす、待つ、片足蹴って引いて下ろす、待つ、蹴って引いて下ろす、待つ、蹴って引いて下ろす、待つ。これだけです。余裕がある方はかかとを若干上げて蹴って引いて下ろす、この時にもかかとを下げないでずっとかかとを上げた状態でやってみてください。もちろん無理しないで自分の体に合わせてかかとが上げられないって方は全然ベタ足でも OK。 それでは、今日のメニューはメトロノームでゆっくり練習した後に流行りの曲でみんなで一緒にやっていけたらなと思っています。よろしくお願いします。OK、 それではメトロノームでゆっくり一緒に練習していってみましょう。BPM60 でまずは4ビート、8回連続でできたらクリアです。一緒にいってみましょう。ペーサーからね、4ビート、で、引いて、合わす、このぐらいのペースで一緒にいってみましょう。8回連続いきます。5、4、せーの、はい、目Good job. OK、 それではレベルアップして、8ビートで8回いってみましょう。5、4、せーの、はい、目、さらにレベルアップ、16ビートでやってみましょう。8回だとすぐ終わっちゃうので16回、16ビートを16回です。一緒にいきましょう。パッパッパッ、このくらいのペース、5、4、せーの、チャレンジしてみましょう。タリラ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 、このぐらいのペースだいぶ速いです。頑張りましょう。16回一緒に行ってみましょう。いきます、5、6、せーの、5、